どうもこんにちは、世界的 VIP ゲーです。最近使っているマウスがですね、ちょっと調子悪くなってきましたので、せっかくなら新しいのに変えようということで家電量販店に行ってきまして、お、これ試してみたいなっていうのがありましたんで、今回はこちらを紹介したいと思います。3話サプライのですね、超薄型&静音ということで、こんな感じのマウスでございます。このタイプ使うのほんと10年ぶりぐらいとかで、すごい懐かしいな、昔よく使ってたんですよ。だからまた久しぶりに使ってみたいなと思いまして、買いました。3000円ぐらいでしたね。で、昔使ってたのは電池式なんですけど、今回ね充電式になってますね。で、薄型の約 1.8mm 約 55g ということで、軽くていいんじゃないでしょうか。持ち運びにもいいよっていうこと言ってるんですけど、まあ僕は自宅で使いたいなと思います。で、今回ねこの端末の特徴なんですけども、3台のデバイスをワンタッチ切り替えということで、まあデスクトップ、ノート、タブレットみたいな感じで3段階ね切り替えることができるのでいいですよと。マルチペアリングに対応しているんで使い勝手は向上しましたよっていうことを言っております。確かにいいなと思ってて、タブレットでちょっと使ってみたいなっていう風に思ってるので、まあいろいろ試してみたいなと思います。しかもね、 Windows、Mac はもちろんなんですけども、 iPadOS にもね対応しているということで、まあ僕 iPad 持ってるんで非常に嬉しいなと思います。デザインとしてはねこんな感じですね。ブラックのものになります。もう開けましょうか。まずは付属品紹介します。こちら、取説ケース、マイクロ USB ケーブル、そして本体、こちらでございます。いやー、いいね、このなんていうの、テカってる感じがいいっすわ。で、本当に軽い、あ、こんな感じなんだと思ってびっくりしましたね。これなんですけども、こういうね伸びてる状態だと電源がオフになって、これをこういう風に曲げると、ほら今ここ光りましたけど、電源がオンになりますよということで、非常にね分かりやすくていいですね。で、押し心地もねまあ問題ないかなっていう感じですね。で、ここがね DPI 設定ですね。800、1200、1600設定できるので、まあお好みですね。で、ここに1って書いてあるじゃないですか。これが3段階切り替えのスイッチになるんですね。で、これを真ん中にすると2になります。そして端にすると3になりますよみたいな感じで、こんな感じでね物理的に切り替えるので、これは非常にね分かりやすくていいんじゃないかなっていう風に思います。はい、というわけでですね、久しぶりにねマウス買いましたけども、いいね。まあ、タブレットとかモバイル端末で使う分には非常にね持ち運びにも最適でいいんじゃないかなと思います。というわけで今回はですね、超薄型のマウスを買いましたよっていうお話でした。お疲れ様でした。